1曲目、素直な心という曲で、この本私が今持ってるのは大昔に私がお稽古した本なんですけど、題名が一曲一曲ついていて、あの素直な心っていうのは、まあ、ちっちゃな子供でも分かりやすい、まあ、純粋無垢な素直に弾けばいい曲だなと思って、一番最初からこう8分音符がずっと右手でずっと出てくるんですけど、まあ、この曲、ちっちゃな子供たちが動かしづらい4の指っていうのがあんまり出てこない、左手も4の指抜きで弾くところがまあまああって、まあまあ弾きやすいかなと思うんですけど、ちょっと早くしようと思うと難しい部分もあるかな。で、あと左手でこう和音を3つの音を弾くんですけど、このドミソっていう和音とか基本の音が出てくるんですけど、この3和音っていうのを一番下の音、一番上の音、真ん中の音っていうのをこうバランスよく弾くっていうのが、ちっちゃい子供は手がちっちゃかったりとか力がなかったりとかして、でメロディーの歌うのをこう助けるというか、盛り上がっていくときに左手の扱いをどうするのかとかね、そういうことを丁寧にやったりとか、あと、このブルグメの特徴でもあると思うんですけど、こんな今まで出てこなかったような響きが出てきて、でなおかつそこが一番弾きづらい、ちょっとややこしくて弾きづらいとなっているので、でも一番の山場であると思うので、そこを丁寧に上手に弾きたいと思うことで弾けるようになるかなと思います。とっても美しい曲で、流れるように仕上げることができたらいいかな。私は勝手にあのイメージとしては夜明けというか、朝のこう光がこう入ってきて、朝になっていく、夜が明けていくっていうイメージでこの曲は弾いてるんですけど、まあ私の本には映りますかね、和音の分析やったりとか、どういう仕組みで和音が進んでるかみたいなことまでちょっと勉強したりして、ドッペルドミナントっていう、土調の属七っていう土調調へ行くみたいな、こんな和音とかも出てきたり、まあゆくゆくこうベートーベンとか弾く上で和声のことをその時に勉強するのに、このブルグメラーっていうのがつながってるかななんて思ったりしながらやっています。はい、それでは一回弾いてみたいと思います。はい、皆さんがよくご存知なアラベスクを撮りたいと思いますので、またお楽しみに。